全体的に今っぽくダメだシナジーがねとりあえず、どうかな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 、どうぞ出してもいない、出さない別オカはダメうん、ダメですねそう、手札だっけうん、出してもいない、これがカードであるならごめん、僕さん、ちょっとこっち見させてああ、そういや、なんか、カード見る、土地カードであるか、またコスプレするかで、中性変わったの。はい。あと、そのカードを選挙したし。なんか、土地確率者なら、マリナするけど、鳥ではメイなんだよ。うん、ないっつったままなんだよ。うん。ニッサか。ニッサ、悪かいっすね。あ、で、どうしたもんか。僕は、パパの人。この時点で通常してると思う。楽しいことです。スカラベ1枚で完成されちゃうんですよ。俺が8000円かけてこれを買い集めたのに。
さんやっぱスカラベ1枚スカラベが強すぎる、スカラベ、はい、終わりですね、はい、違ったかな、まあ、そうですね、まあ、こっちちょっと伸びるとワンちゃん、はい、ちょっと無理かな、投入しますかね、うん、はい、まあ、取られちゃった、そう、返しようがない、逆にもうちょっと詰めて、6点だったから削り、うん、皮の蓄積とか入ってないですからね、6マナのメインで伸びたら負けてる方だから、皮の蓄積とか取ってもいい感じがするな、なんか青かぶんで、そうですね、皮の蓄積はこれサイドでいいかなと考えてる、でもこのデッキはアンサモンとならないけど、一番の呪文能力に対象ならないの。キーンだけ入ってれば、4枚ずつ入れとけば、それで勝ちに出るからな。あれ、きついんだっけ、ほんとに。潜在的防御か。潜在的防御。きついんすか。潜在的防御は脳基礎出るからやめて。やめてーまあ、クリーナーズマとかエネルギーすらたまんねえって言うと、ハァーって。おーそうですね、確かに。相変わらず西巻さんの敵は的が絞りにくいからですね。すまんな、メタがいい。いや、グリクシスとかでも強いと思いますよ。だってなんかすげえカード入ってグリクシス見とるんじゃん。これかい。そうそうそう。そうそう。それのミストなんですよ。そう。じゃあそういうわけじゃないですよ。俺のとほとんど変わらなかった。これだけの差かな。と、あとなんだっけ。メインにゴンティ1枚入れてるからいいんじゃないかと。これメインにゴンティじゃなくて俺は人質乗りだったんだけど、はい、あっちのデイツはゴンティだったからということで、ね、だから3枚しか変わってないっていうこと、フルの役に立てたすと微妙なんだよ、わかります、いいカードではありますよね、家庭士、それでもたもたされると後と息切れしてそうやられるっていう反応が、そうだな、14の金ってだけでは十分仕事してるかな、困って万有帳殴れるわけだ、そう、しかも永遠とかになったらプッシュ入ってる敵にとっては大物サクってプッシュが本当に強くて、ああそうですね、レンジが急に広がっちゃうから、うん、嘘けんじゃんじゃあ、やっぱりいいよ、はい、ハハハハ。